おはようございます。6月29日朝5時の相場解説になります。今回ね、オリガルヒの皆様にはもうまとめを送ったんですけども、この月曜日火曜日はセカンダリートレンドというテーマでお届けしましたね。で、通常のその速稼塾の動画をご覧の皆様にもセカンダリートレンドっていう概念と言葉は耳に入ったと思いますので、まあ、各自でね、復習していただければと思います。今回のセカンダリートレンドをしっかりと身につけていただければ、まあ、今回ですね、まあ、一晩でっていうか1日で1円近くの差額が取れたよとかね、10万円以上稼げましたよみたいなことが1日とかで起きるわけですよ。だからね、テクニカルってのは知ってて使える、この2つの段階をくぐり抜けたらそれで終わりですからね。他の細々とした難しいことを全くやる必要はありません。ただし何を知るべきかな、そしてどういうふうに使うべきか、これはやっぱり自分でなかなかね、発想ができませんから、過去長い歴史の中で編み出したテクニカルってものからその構想を学んでいくことが最短距離かと思います。ごちゃごちゃ言いましたけども、今日の相場解説日足から始めていきますね。こちらです。はい、日足の方ですけども、以前からお話してますようにエリオット波動ではないんだけども、エリオットと同じような動きがあるっていうふうに言いましたよね。エリオット波動がわからない方は復習してください。推進波がこう来て5波、そして調整波がだいたい3波で起きるわけなんですけども、この山を抜けてですね、また同じようなエリオット波動の形っていうのができるよねってことをお話しながらずっと進めてますけども、どうですかね。こういうふうに 1,2,3,4 5波が起きて、この頭を抜けてこっちに行くと推進波がまた出てくるよってことです。その推進波は今陽線としてここにありますけども、まさにここを抜けていくことを目指しているわけなんですよ。ですので、これから136円の570を一つの分水嶺として137円に向かうというふうに日足で見ることができます。よろしいですか。ずっとこの形のことをお話ししました。カンガルーっていう言い方もしましたよね。カンガルーっていう言い方は私オリジナルなんであんまり広めたくないんですけども、あの動物のカンガルーがね、こうこっちに向いてる状態見えないですかね。まあすいません。まあカンガルーに見えるんですよ。また今度カンガルーについては説明します。すいません。じゃあ4時間の方を見ていきます。4時間の方で肝心なのは、まずはこのチャンネルラインが見えるかどうかってことでございます。チャンネルラインははみ出すこともありますんでね。こういった極端なところは抜いて、だいたいこのチャンネルラインに沿っていってるよねってことがわかるわけなんですよ。そうなると、右肩上がりのチャンネルラインに戻ったこちらの方っていうのは、十分買いに入るに適した動機を作ってくれます。だって、レンジで見たときに、この薄い細い間に入ったらバイ、この薄い細い間に入ったらセル、これも以前から申し上げましたよね。まさに、ここでバイに入ったらこれだけ取れてるってことが、4時間からでもわかります。ただ肝心なのは私たちは1時間で勝負してますんで、1時間を見ることなんですよ。さあ、これをどう見るべきかってことがセカンダリートレンドですよね。こういうふうにトレンドの方向に上がってきたものが、もうね、本当に180度角度を変えてセルの方向に向かったわけですよ。そこにセカンダリートレンドってものを見出すことができれば、このセカンダリートレンドを抜けていくのは当然こういうふうな流れに沿ってってことになります。あとですね、昨日は2点の注意点ってのをまとめてお話しましたけども、今日はそこを割愛しますね。オリガルヒの方はもう一回動画を見てください。あとはね、深夜の間にやっぱりね、ニューヨークタイムズですよ。私たち日本人が取引を終えた時に、そのチャンネルライン、このね、相場の動きを見て、ニューヨークの投資家さんたちは、これは136円方面にズバ抜けるなと思って資金を積んでるっていう形が見えます。ですんで、ドカーンと行きましたよね。136円を一気に超えました。目が覚めたら136円超えていたんで、私も考えた通りになったなというふうに思って、今回はですね、テクニカルの理論が十分に発揮されて、しかもテクニカルの理論っていうのはそうならない可能性もはらみながらなんですけども、今回は全部そうなる可能性の方に触れたんで、私も結構な利益をね、いただくことができました。まあ私の場合はね、あの1日とかでもポジションを持ってますんで、そちらの方ちょっとえげつないぐらいで、ここで言ったらね、ちょっとね、妬まれるかもしれませんので言いませんけども、まあ1日に10万という単位ではなくてね、もうちょっと大きめの利益になってます。でもね、皆さん、目先の利益にはこだわらないでください。今回こうしたことをお伝えしてますけども、これが分かることが大事なんですよ。今回セカンダリートレンドっていう考えで攻略できたテクニカルなんですけども、セカンダリートレンドってものを知らない方はね、次にも
こういった場面っていうのが出てきますんで、その時に思い出していただきたいのと、オリガルヒの方はセカンダリートレンドのことで気をつける2つの点とともにお送りしました。月曜日火曜日、こちらセカンダリートレンドのいい講義の材料になってますので、こちらの方はね、本当にね、咀嚼しながら、また出てきますから、これがね。そしたら今度はセカンダリートレンドを逃さないように根っこから入ってください。根っこからです、ここです。根っこから入れば大きな利益を取ることができます。しかも2回取ることができたり3回取ることができます。今回はベタッと張り付くような時間余裕があれば、ここでも入ることができたわけですよね。ニューヨークの皆さんが、ニューヨークの投資家さん、皆さんと同じ立場の人がここで入った時と一緒に入ることができたということです。ということで、月曜日火曜日は1円ほどの値幅を取ることができたんで、かなりの利益だと思いますよ。で、これからなんですけども、当然もうわかりますよね。これはセカンダリートレンド抜けたんで、普通のトレンドです。右肩上がりです。ということは、ここを抜けることを私たちは期待しながら、137円を待つってことになりますので、今回ね、水曜日の値動きっていうのは、ここを目指すだろうなと思いながらニヤニヤして待つってことになります。はい、じゃあ本日は以上ですね。FX オリガルヒも始まって1ヶ月ほど経ちましたけども、もうね、オリガルヒに入ってる方と入ってない方、圧倒的な差ですよ。もう全然反響も違います。オリガルヒに入ってきたからは、方からは、ものすごく質問も来ますけども、感謝と勝利宣言が来ますね。いくら貸しましたみたいな。そのたんびに、勝ちの金額じゃないんですよって繰り返し言わないといけないんですけども、でもやっぱり嬉しいですよね。だってもうね、オリガルヒの、その、講師費用ですか、塾費用と言ってもいいかな。あの、コンテンツ費用。まあ、あの価格で、ね、割引価格と言っても出したじゃないですか。もうこれね、一気に賞金、勝ったお金で、埋まったよって方がね、もう何人も出てきてますからね。もちろん全員じゃないですけどもね。でもそこはね、本当に私も嬉しいなと思いながらも、考えるんですけども、どうしてもね、冬の時代も来ますんで、そこは覚悟しといてくださいよ。FX なんで、もうね、見るのも相場みたいなことが続いたりね、1週間とか2週間できない時ってあったでしょ、今までも。そういう時があったりとか、やることなすこと、そうなっちゃならない確率の低い方が来てね、裏目裏目に出て、うわ、なんか勝てなくなってきた、実力が5段階ぐらい落ちたんじゃないかなっていう時もあるんですよ。でもそこを踏みとどまって、そこでロットを落とせるからこそ生き残って利益を積むことができますからね。精神力の勝負ですよ。精神力のコンテンツの方もオリガルヒの方で更新してますんで、しっかりとご覧ください。ほや、本日は以上です。また追加すると思いますけども、今日はあんまり追加することないですよ。この一本で終わる可能性もあります。なぜならね、何いくらかな ?136 円の650ですか、うん。この辺に来ないともうお話することはないですからね、うん。はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。